アンドレ・ジッド、アンドレ・ポール・ギオム・ジッド、アンドレ・ポール・ギオム・ジード、1869年11月22日から1951年2月19日は、フランスの小説家、アンドレ・ジード、昭和時代は、この表記が多かった、アンドレ・ジードとも表記される。1869年パリ生まれ、父親は、パリ大学法学部教授を務めた、叔父は、 経済学者のアルザス学院に学ぶが高校となりしばらく神経を病む。復学後ピエール・ルイスと出会いアンリヨン聖公の哲学学級に進学。ポール・バレリーラとも信仰を結び、やがてステファヌ・マラルメの歌謡会に出入りするようになる。1890年にアンドレ・バルテールの手記を出版。マラルメから絶賛され、 その後も、象徴主義の影響が、色濃い作品を発表する。1893年、北アフリカ、アルジェリア、チュニジアを旅行。以後旅たびたび同期へおもき、オスカー・ワイルドと開校、娼婦との交流や同性愛を経験する。この一連の体験が文学者としての転機となった。1895年、パリュードを発表。これが、 象徴主義との実質的な決別となる。1898年、地の過程を発表。1902年の敗徳者においては、生の価値と快楽に目覚め、既成道徳から背を背けてゆく、男の悲劇を描く。この時期の作品は、ナチュリスムと呼ばれる流れに位置づけられた。1909年、狭き門を発表。 過剰な神秘主義に陥るヒロインの愛と悲劇を描く。1914年のでは、ローマ法王やフリーメイソンを皮肉ったストーリー設定の下、動機のない殺人、無償の行為を遂行するラフカディオという主人公を登場させた。なお、ジットは、廃徳者、狭き門、田園公共落、1919年などの一、認証語り手による単線的なの作品を、レシ、 物語、鎖を離れたプロメテ、1899, 法王朝の抜け穴などの批判的、改革的な作品を、そち、茶番劇と分類して、ロマン、小説と区別している。1925年、ニセガネ作り、ニセガネ使いとも訳されるを発表。これはジットが唯一、ロマンとして認めた代表作であり、ドストエフスキーやイギリス小説、フィールディング、ディケンズ、 スティーブンソンなどから学んだ手法を取り混ぜた作品である。作中にエドワールという小説家が登場し、作品と同名の小説、偽金作りを書くという設定になっており、いわゆる小説の小説になっている。このようなメタ的な手法、モンチューモンは、後のヌーボーロマンの作家たちに多大な影響を与えたと言われる。作品には、生涯の妻であったジュシ マドレーヌの影響が強く、背徳者、狭き門などに、彼女の影を持った女性キャラクターが登場している。しかしながら、マドレーヌのことを愛しながら、成功賞を持たず、白い結婚、マルク・アレグレとの同性愛関係により、結婚生活は破綻をきたしていたと言われる。このアレグレとの関係は、自伝的な特色がある、日記に詳しく書かれている。また、彼には、 エリザベートワン・ディゼルベルグという愛人も存在しており、数ずを設けている。また、コリドン、九百二十四年では男食を擁護し、続く次元の、一粒の麦も死し,しなずば、九百二十六年、で、自らの同性愛的成功を、カミングアウトした。九百二十六年七月から九百二十七年五月に、かけて、フランス領赤道アフリカ、フランス領今後、 原今後共和国、ウバンギシャリ、現中央アフリカ共和国、一時チャドに滞在した、後カメルーンを視察した後、フランスへ帰国して、1927年と、続今後機構、1928年を発表した。今後機構及び、チャドからの帰還続今後機構では、フランスの植民地支配のあり方について、疑義を唱え、当時の社会に波紋を呼び起こした。 1920代後半から1930年代にかけては知識人としてのアンガージュマン、政治参加が目立つようになる。1930年代に入ってからは、ソビエトへの共感を口にし始め、共産主義的傾向を強める。しかし1936年、マクシム・ゴーリキーを見舞うために同国を訪れたジットは、で、ソ連の実態を、明らにして、 スターリン体制に反対する姿勢を鮮明にし、サッハから猛バッシングを受ける。ジットは、翌年のソビエト気候修正、1937年で全庁に、対する批判には反論している。その後は反拉致、反ファシズムを貫き、第二次大戦前には、反戦、反ファシズム世界青年会議名誉議長を務めた。1938年、 マドレーヌが亡くなると深い孤独感に陥り、今や彼女は何の中にありを書く。1945年にゲーテ勲章授与。1947年にオックスフォード大学から名誉博士号、さらにノーベル文学賞受賞。1951年パリで没。その著作は死後、ローマ教皇庁により、金書に認定された。日本では、 和血次郎による紹介を皮切りに、堀口大学、山内義雄などの手によって知られるようになった。小説家、石川敦氏による批評文もあり、石川は、ジットの小説を翻訳してもいる。また、ジットの著作は、当時の文人たちに多大な影響を与えた。例えば、横光一の純粋小説論は、ジットの偽金作りが影響していると言われている。 文壇誌新フランス評論 NRF 創刊者の一人、日記は半世紀以上書かれ、フランス日記文学を代表する作品である。日本での翻訳全集、全作品集は戦前に2社で、戦後は新庁舎で刊行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。